本能寺に入った信長のもとに退去して公家の方々が訪れているのですが、この日だけいつも信長が上洛すると必ず出迎えていた朝廷における信長対応役で公家の吉田兼見が現れませんでした。いつも信長を出迎える人がなぜこの日は来なかったのか、本能寺が危険だということを彼は知っていたのです。なぜそんなことが知り得たのでしょうか。この吉田兼見という人物、彼の妻の兄が佐竹出羽守宗実という光秀の家臣なので、光秀ともつながりがあり、さらに細川藤孝といとこの間柄なので、どうやら計画を知っていたようなんですね。そうでなければ信長が上洛したのに出迎えないなんてありえないことなのです。